ずいぶん前だけど、うん、よりひどくなる。そうですね、足の冷たさとか体の硬さとか背中の盛り上がりも前より全体的に強いと思いますよ。思いましたよ。思いますね、うん、まあ、だってそこまで痛いっていうのはまあまあそうなかったじゃないですか。その時よりもなんかこう多分ね、あのマミちゃんもパワーアップしてるし、うんね、全然違いますよとは言わないですけど、うん、若干今の方が悪いんじゃないかなって、ね、いや私も思う、うん、ですよね、うんうん、まあね、まあ、やっぱ若くはなっていかないですからね、ね、の、うん、なんかスパンが短い、うん、もうちょっと痛いと思うんですけど、うん、疲れですね。ごめんなさい。大丈夫ですよ。ああ、何神経？三叉神経ですね。あ、やばいやばい。痛いですね。これね、ああ、顎もね。あのね、あれですごい。ああ。まあ、ここのちょっとかっていうか神経の出かけるところなので、ああ痛かった、痛い、今の強わかる、もう顔マッサージ自分でし て, してて、うん、でも やたら気持ちいいからやるけど、まあ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 、あ、痛っ、化粧水つけながら、でもいつまでやっても取れないって感じずっと痛いみたいなね、うん、そう、ずっとやっててもう取れないから、うん、もう途中でくたびれるからやめるじゃないですか、はい、そうですね、まあ、まあ、気をつ、なんていうかな、まあ、うん、やばいんだろうなぁなんて、もうそこもね、もうできるだけやったりとか、っていうことはやってるってことは、それよりもまさらに上をしのぐ、やらなかったら病院行きだったのかな、まあね、そうですね、っていうぐらいのっていうなんとかは、ね、で病院行っても治んないですからね、薬飲んで余計悪くなるのがオチなので、そのなんだろう、出てる症状の一個一個は緩和できても、トータルして悪くなって胃も悪くなるし、うん、あまりね薬悪者にできないですけど、いや実際、ね、私実際そう思ってます、うん、そうなんですよね、飲めない、飲みたくない、うん、ってことになるんですよね、できるだけね、うん、私も嫌いだから、病院も嫌いだし、薬も嫌いだから、でももう、ね、っていうとこまで来てた感じかな、ね、だって良くなっていくんだったらあんなに待ってる人がいるわけないですからね、うんうん、うん、なんか結果的に病人増やっ、ここでさっきよりこのガタガタが、ね、ガタガタ小さくなりましたよね、うん、でもな、なくならないよねすっきりなくすのはもう難しいですね、ここで出てるので、ほんとね、うん、やっぱり部分部分でやっててもなかなかね、すっきりは、ただまあそういう意味ではあの周りからもアプローチしていけばかなり改善していくので、サインにはなりますよね。全て押されるとこで全部痛いですね、うん、あ、一番最初出てきたのが手首、手首が腱鞘炎になっちゃって、そこが初めかな、今のこの全体的な、そうですね、あの経絡的にこう手から頭の方に行きますので、あ、そっか、あの時に来ればよかったんだなでも冷たいですね、やっぱりね、
かなか一人でゆっくりする時間もないですもんね、うんうん、かといって一人でゆっくりする時間できても、うん、ゆっくりしないんですよね。あーあーあれ忘れたこれ忘れた今のうちやっとこうでやらない、うん、やっちゃって時間が過ぎちゃって、うん、から入りやすくなってますね。実がないですよね、小さい声で仕事してるんだったら、うん、でも皆さんがなぜうまくいっているのか、腰痛くならないのかな、多分ね、でもね、半分くらいの分かんないですけど、 あの多分特に大変なんだと思いますけどね。マミちゃんがね、うん、動くっていうことか、うん、性格とかまあやっぱ服がおとなしかったのか育てやすかったのか分かんないですけど、ああしろこうしろみたいなもんなんか私がもうすぐ怒っちゃうからもあるかもしれないんですけど、こうずっとしてこうして違う違うみたいなあまりこうわーっとなるっていうのはなかったですねそうかそうか、そういうのが来てるってこと、うん、無理じゃんそれ今さらの甘え方もすごいですよね。すごいすごいすごい、あ割とね、服はそうだ、一人で結構遊べてたですね、割と小さい時から。おむつ離れとか断乳とかもしようって思ったタイミングで割とできたっていうか、うん、そんなに手焼いてなかったんでこんなもんかと思ってたけど、うん、やっぱそれぞれその子のパーソナリティというか個性はね、うん、ありますね。いやいや、もう今でこそおむつ外れてるはずなのに、うん、赤ちゃんになるためにおむつするんだから、ね赤ちゃんのふりをするためにそうそう、おむつがいいいやおむつしてない方がお姉さんでいい、かっこいいよみたいなことはダメなんですか、言っても。うん赤ちゃんがかわいいんだってバブーとか言いますよ、言ってましたねこの野郎って思いますよ、本当に実際の赤ちゃんはバブーって言わないですからね、言わないからマミちゃんだってよく言ってるマミちゃん、赤ちゃんはバブーって言わないってバブーとか言って